CS9 やがゴールドから勝てなすぎる。そんなあなたに渋谷春の配信、この配信を見ていれば上手くなるびっくりはてな。何でランクって上がるかな。でもまあ、ソロでやる人はソロラン見ると多分多少は勉強になると思うし、まあ、フルパでやる人はやっぱフルパランク見るとまたそれはそれで勉強になるだろうし、見るのは見るのって結構大事な気がするけどな。知識？フィジカル？まあどっちも大事ではあるけど、Apex はぶっちゃけフィジカルあれば大体のことは解決できる。他のゲームほど知識とか、まあ立ち回りみたいなのはそんなに割合、必要な割合高くないよね。まあ3対3だからってのが大きいと思うけど、3対3かつ、スキルの数が1キャラクターにはパッシブ除いて、だからもう基本アクティブスキルって戦術とウルトの2個でしょ、2×3 だから管理しないといけないスキルが少ないんだよね。その分立ち回りに反映される要素が少なくて打ち合いの要素が大事になるっていう話でございますね。なんてわかりやすい天才。まあでもなんか必要だよね、そのモチベーション。上手くなるのに僕一番大事なのはモチベだと思うわ。ほんとモチベーションがあれば結局座学もできるし、プレイ時間もたくさんね確保できるし、なんか上手くなるっていうものに対して努力ができるわけだから、それって全部ポジティブな方向に回るんだけど、逆にモチベーションがないとその循環ができないから、かろうじて動画は見るけどあんまり頭に入らなかったり、1日のプレイ量も最低限はやるから、まあ、別に下手にはならんけど2対1で上手くならなかったりとか、上手くなりたいのであればモチベーションがね一番大事です。ゲームなんて楽しくやってれば勝手に上手くなるんだから。基本的には僕の Apex をねぼちぼち7000時間ぐらいやってるようにやってるらしいですけど、7000時間もやってれば多分そんなに僕ゲームに関する特別な才能はないけど、まあプレデターフィニッシュぐらいはできると。いい指標ですね。素晴らしくいい指標だと思いませんか、これは。